はい、皆さんこんにちは。はい、本日はね、久しぶりにまたね、外出てきて、この動画撮っておりますという中なんですが、ちょっと、ね、最初にお話をさせてもらいますけど、私の声なんですけど、ちょっとね、お聞きづらい点があるかもしれません。というのも、ここ 2,3 日ぐらいですね、まあ、熱帯地方にはよくありがちなんですけども、やっぱりね、夜暑いもんで、私もね、夜ずっとね、エアコンを入れたままで寝かせてもらってるんですけども、ちょっとね、エアコンで冷えすぎちゃったのかなというようなことで、まあ少し風邪気味なんですね。まあ鼻がちょっとグズグズするだとか、まあ喉もちょっと痛いんですね。まあ喉がね、痛いのはもともと持病があるので、まあ仕方ないのかなっていう気がするんですが、なので、ちょっと話がね、どんどん進んできて、私もね、だんだんヒートアップしてくると、いつものごとくですね、かなり喉がいかれてくると思います。そうなってくると聞きづらい点があるかもしれませんけども、ぜひね、その点ご了承いただければなというふうに思います。こういったのはいつも大好きなですね、アイスカプチーノを飲みながら頑張って撮っていきたいなと思います。最後までご覧ください。はい、でですね、今回の話題なんですけども、いやね、まあ秋篠宮家に関してはね、いろいろ、まあ、例えばね、ご夫妻が仲が悪いだとかね、親子のね、断絶みたいなことがいろいろ言われておりますけども、まあ、今回もね、そういったような話がね、非常に顕著になっちゃったという話と、あとね、まあ比較対象ということでは大変天皇ご一家に失礼なんですけども、でもね、天皇ご一家というと皆さんもよくご存知の通り、いつも仲がいいですよね。まあそういったようなこともね、合わせてお話をさせていただきたいなというふうに思っております。はい、でですね、それに関してまずね、ご覧になっていただいている通り、親子3人で被災地へ再び訪れるかもしれないといったような話題が出てきておりますね。皆さんもご存知の通り、まあ、敏宮様に関しては先月の28日29日にね、石川県にお見舞いのご訪問される予定でしたが、まあ残念、まあ、石川県の、ね、方にとっては非常に残念だと思いますけども、いやでもね、これでね、中止になったわけではない。私も前からそんなことを言わさせてもらっている通りですね、今度はお三方、ご家族で、訪問されるかもしれない、そういったような話が入ってきております。はい、でね、やっぱりね、敏宮様というと、あの今でも忘れられないあの成年皇族になられての初めてのね、まあ担当記者の前でね、お話をされたあの成年会見ね、でこんなこと言われてましたよね。そのまま読みます。国民と苦楽を共にするということの一つには、皇室の皆様のご活動を拝見しておりますと、被災地に心を寄せ続けるということであるように思われます。こういったようなことをね、とてもじゃないけど初めてのね、ご会見と思えないような、素晴らしいね、ことをね、話されておりましたけども、まあそういったようなことをね、今言ったように常に、皇族の、ご活動としては被災地に心を寄せ続けることということをね、ご自身で言われていたわけですよね。そして今現在日赤で、ほとんどね、休むことなく働かれている敏宮愛子様というわけですよね。でそういったような中で、皆さんもね、あの放送作家の柘植紀子さん、よくご存知だと思いますが、皇室関係のことをいつもおっしゃられております。たまに変なこと言うんだけどね、まあ、ちょっと今回それを置いといたとしてもですね、まあ今言ったような国民と苦楽を共にする、すなわちね、国民の支えになりたいといった敏宮様のお気持ち、よくわかりますねといったようなことなわけですね。で先ほども言いましたように、初めてのね、単独での地方公務がね、まあ、延期になったということですけれども、片やということで、まああんまり話しても仕方がないんだけど、まあ、いとこのね、まあ佳子さま、そしてね、まあ小室眞子さんだよね。その時にはどんなような初めての地方公務をされていたかというと、例えば佳子さまにおいては、なんかね、進水式になんか出席をしていただとかね、あとね、小室眞子さんに関しては子どもたちとの国際交流事業に関する行事に出ていただとか、要はこういったような、今回の敏宮愛子様のような被災地の方に対してね、心をね、より、ね、寄せ続けたいといったような気持ちじゃなくて、まあね、その地方から頼まれたということをね、それによっての初めての地方公務だったんでしょうけども、いかにですね、この敏宮様の、まあ、心置きというかですね、お心の、
まあなんていうのかな、脅威状態というか、まあ素晴らしさというかね、そういったようなことで常に被災地に心を寄せたいといったようなことが、やっぱりいとこの人たちは違うよねみたいなね話も、まあ、あの菅紀子さん言われているんですけどね、まあそういったようなことがまずね、篠宮様のお心持ちとして非常に強いと、まあそういった中で、まあ石川県の方にとってはね、まあ、最後じゃないですよ、これからもありますよということを私もね話し続けますけども、まあ片やね、今月の11日12日の国民スポーツ大会ね、こちらの方で初めての単独地方公務ということになりましたよね。これはもう皆さんよご存知の通りです。はい、この中でね、実はということで、これは宮内庁の関係者がの方が言っていたという話なんですけど、もしねご予定通りに石川県に訪問されていたらこんなことだったということを暴露されております。でね、どういったようなことかというと、要はね、もしね、その一応ねお一人での単独公務というご予定だったらしいんですけども、実は陰からですね両陛下が、まあ、初めてのね地方公務ということで陰から見守るように両陛下もね実は後からお越しになったのではないか、そういったような話が出ていたようなんですね。いやこれがねもう本当にいつも言ってる通り仲がおよろしいんだよねといったことだったらしいですよね。まあ、本当にねいつもニコ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 されてるこの天皇ご一家なんですけど、そういったようなことが、非常に顕著に現れているようなねことだったようです。はい、でですね、そういったようなことで、実は先ほど言いましたように、まあ10月11月はね両陛下のご予定が忙しいということで、なかなか時間はね年まあね、年末までは取りにくいということのようですけれども、年末以降ですね、まあ、もしかしたら年末前後そして年始ぐらいになるのかなっていう感じなんですが、被災地が落ち着いた状況を見計らってご家族ご一緒にお三方揃っての訪問もありえるといったことを柘植さん言われてるんだけど、はい柘植さんよく言ってくれました。ということで石川県の皆さん、県民の皆さん、もし今回のね私の動画をご覧くださっているようだったら、そういったことあるかもよということで楽しみにしましょうねといったようなことです。で次のページ、はい、片屋ということでね、まあね比較対象にするような話でもないけど、今言ったようにね、どうですか皆さん、敏宮愛子様の初めての地方公務、実は実は後からね両陛下がねお守りすべくですね一緒に行かれる予定だったみたいな話もあったということで、本当に仲よろしいよね。片屋ということで、はい、今度はね、まあ、特に紀子様とね、あのトンズラ M 子さん、いよいよ持って終わりだなみたいなね、そんなような話も上がってきてるわけですよ。はい、これはね現代が記事を上げておりましたけどね、まず最初に例のお誕生日文書、紀子様のね、これはね、まあ悠仁さまのことを中心に言っていたんですけども、このトンズラ M 子さんのことも言ってましたよね。その部分そのまま読みますが、要はね、この暑い季節を長女の眞子はどう過ごしているのかしら、元気にしているかしらと思い、遠く離れた場所に暮らす娘のことが心のどこかに感じられますといったことを、まあ、あのお誕生日文書の中でね言われておりましたよね。まあそういったようなことを受けて、じゃあトンズラ M 子さんどう思ってるのかなっていうことだけど、もう一向にですね、もう今現在もう3年、経ちましたよね例のね、もうとにかく確かあのトンズライ、ニューヨークにトンズライしちゃったのが2021年の11月の確か14日じゃなかったですかね。ちょっと私今記憶の中で言っておりますけどね、確か14日か17日、まあいずれにしても11月だったですよね。要はもう約3年前になるわけですね。この3年間1回たりとして帰ってくる様子もないし、もう全然ね今現在意思疎通がないといったような状況ですよね。まあそういったようなことで、先ほどのさ両陛下と敏宮愛子様の仲のおよろしいねお姿と全く、まあ、比較しちゃいけないのかもしれないけど、ひでえわなみたいな感じですよね。で、まあ、皇室ジャーナリストの方はこんなこと言われてます。普段からあまりコミュニケーションを取られていないように感じられる語り口で、文面からは、親子母娘の間に距離があるような寂しさがにじみ出ています。まあそうだよね、先ほど読まさせてもらったようなお誕生日文書なわけですね。秋篠宮家のネットバッシングだから、バッシングじゃないっていうにね、事実に基づく批判だよというふうに言い換えろみたいな感じですけど、まあちょっと置いときますは、眞子さんと小室さんの結婚騒動を機に、ね、強まりましたが、
今は悠仁さまの大学進学に目が向けられています。さらに皇族数減少を背景に今年30歳になられる次女の佳子さまの結婚や今後の女性皇族の在り方などが不透明な中、紀子さまにとって悩ましい状況が続いていますといったことを、まあ、皇室ジャーナリストが言われていて、まあ、この文面ね、最もなことを言われてるんですけど、私から言わせれば非常に単純ですよ。もうね、関係修復できないね。そして恵子さんはもう3年も帰ってきてないでしょ。これからもさ、それこそまあ帰ってくるとしたら、まあお子さんが生まれてればっていう話だけど、いや、いいよいいよ、つくなくていいよっていうことですけど、もうこのまま2人でどっか行けみたいな感じですけどね。ただし税金使うなんて、それだけなんだけどね。それこそ子供が生まれたらまたさ、変な話が出てくるから、もう子供なんか作らなくていいっていう話だけどね。まあこの皇室ジャーナリストの方はこんなこと言ってるけど、さっき言ったように私から見れば単純です。もう関係修復できません。娘はもう完全に親子断絶で帰ってこないといったようなことなので、いやー、これがね、皆さんどうですかね。国民の象徴となるべく家族の姿、いやー、ないよねみたいなことですよね。そういったようなことを私は完全に感じております。皆さんどうですかね、ということですね。そしてまあこの記事の最後にはさ、紀子さまが心穏やかな、ね、穏やかな日を過ごせる時はいつ訪れるのか、まあないわね。もしそういったような日々が訪れてほしいのであれば、全部お話しくださいといつも言っているかのごとくですね。はい、そういったような話だったわけです。一旦変えますね。はい、といったことで今回はね、まあ両陛下そして敏宮愛子様には大変申し訳ないんですけども、比較しちゃいましたということなんですけど、でも比較しちゃうよね。あまりにも仲がおよろしいこのお三方、天皇ご一家と、あまりにも仲が悪すぎるこの秋篠宮家といったことを考えるとね、どちらが国民の象徴なんですか、もう言う必要ないわね、といったような話だと思いますね。もうあまりにも差がついちゃってるし、どう考えたとしてもこのお家、秋篠宮家にね、皇統が移って、これが何、国民の象徴、ずるずるばっかしする国民の象徴、そしてこの国民の象徴たる家族なんですか、仲悪いわね。じゃあ国民全体のね、家族に対してみんな日本国民は仲が悪くなれみたいなことなんですか、という話になっちゃうもんね。はい、そういったことで皆さんどう思うっていう感じですよね。まあいずれにしてもね、冒頭でお話ししましたように、石川県の皆さん、もし、ですね、私のこの動画をご覧くださっているようであればですね、お三方揃って被災地訪問あるかもしれませんよ、ということで、そういったような機会をね、楽しみに待ちましょう。ありがとうございました。バイバイ。